どうも、わたくわです。今回はちょっとヨネちゃん TV さんのトラさんとあと BG さんと一緒に急遽ね最終コラボをすることになりました。あ、もういた。あ、すごい、いますね。あーすごい、こんな感じでね、もうね結構このポイント虫が多いみたいですね。結構大きい。コクワですね。あ、でも結構大きいですね。45ミリ以上ある気がします。大きいですね。こっちにはこれ。ここにもいる。あれピンとこない。弓足ゴミムシダマシいます。本当。これ弓足ゴミムシダマシの仲間かな。そこにもいる。あ、本当だ。いますね。開始早々。すごいな。残り1号いました。はい、同じ映像になっちゃうからな。いや、いいと思います。もう深山もいました、はい、こちらのコクワもねいます。ちょっと小さいんでリリースでいいですかね。ちょっとリリースしておきます。で、まだね開始して10分も経ってないくらいなんで、これからねもしかしたら大きいの取れるかもしれないんで、ちょっとリリースしてあげます。これはキマアリの仲間ですかね。なんかいますね。ひまわりとさ、ゴミ虫の区別ってどうやってすればいいの？難しいですけど、なんかひまわりは、うん、結構 こんな感じで光沢があるんですよね。こっちの弓足ゴミ虫だましは素焼けしですよね。そういうことなんだ。あ、これひまわりです。あ、これはひまわりですね、はい、なるほど。そうですね、触ると結構臭いんですよね。あ、そうなんですか。仲間は、はい、しましたよね。落ちてますね。あ、なんかここにも落ちてますね。結構ね、今木を蹴ったら結構いろいろ落ちてきました。カナブンもいます。ちょっとトラさんがキックするみたいです。はい、あ、落ちた落ちた。なんか大きかったぞ。どこだ。この辺に落としましたね。これか。そんなに。やっぱ大きくないですかこれ。顎が立派なコクワガタ。これ大きいですよね。うん、すごい。真っ赤なコクワもいますね。じゃあ真っ黒ですね。ネブトがいました。背中の筋筋がちょっと出しちゃっていいですかね。そうそう、あ、オスだ。ネブトのオスですね。オス、はい、オスです。ちょっと小さいけど。あ、本当だ、はい、日本の西の方に行くと結構数がいるんですけど、静岡より東の方は全然いないクワガタなんですよね。あ、そうなんですね。はい、なんで僕も本当に野外で見るのはすごい新鮮です。なんかいますね。あ、コクワカスジか。そんな大きさですよね。してきました。ちっちゃいですね。こちら、ウスバカゲロウがいました。アリ地獄の成虫がこれですね。はい、これです。トンボみたいな、いわゆるアリ地獄が成虫になるとこの姿になるんですよ。へえ、すごい。今ボクトウガの幼虫がいました。こいつがクヌギの木の中に入って樹液を出してくれるんですよね。こいつがいるから木から樹液が出ていろんな虫が集まってるんですよ。で、こいつがなんで樹液出してるかっていうと、樹液を出してそれに集まる虫を食べるんですよ。肉食の
臨死目の仲間の幼虫です。なんかすいません、今も奥の方行っちゃいましたはい、今ね寝太クワガタいました。これもともとここのウロの中にいたんですけど、それはね今 BG さんが棒で書き出してくれました。結構ねこういうウロのぐちゃぐちゃしたところに潜ってることが多いみたいですね。結構いいサイズしてますね。こんな感じです。多分ね23mm、4mm くらいはあると思います。野外だとねここまで大きいのあんまりいないですよね。こちらトラさんが見つけました。結構大きいミヤマです。50ミリ以上はありますよね。60か。結構いい形のノコギリが出します。ジャンプ軸だなんかでも結構擦れてますね。多分活動開始してからちょっと時間が経ってる個体なのかなと思います。あ、本当？はい、うん、それかあれじゃない、秋とかに繁栄になってる。まずでかいのこぎりおったらいいな。すごい何匹をチキだパッと見5匹今トラさんがキックしたら、あ、ここにもいます6匹、一気にクワガタ落ちてきましたこれめちゃくちゃ、これなかなかいいサイズですね。はい、すごいかっこいいね。いいサイズのノコギリが落ちてきました。交尾してますね。イケメン、キブリがいますね。ちょっと種類は分かんないんですけど、はい、ね、樹液にいろんな虫が集まりますね。結構大きいですね。はい、大きいと思う。あ、なんかこれミヤマカミキリだ。こちら、ミヤマカミキリいました。こちらね、クヌギコナラリンで結構常連さんですね。カミキリはね、この胸部と、あ、首をね、すり合わせてキーキー鳴くんですよ。結構ね、ここのポイントはミヤマとか、ノコとか、ココアとか、ネブトとか、いろんな虫がいたんですけど、まあね、夜は長いので、ちょっとポイントを変えていきたいと思います。はい、今スジクワガタいました。あ、噛まれてる。ちょっとね見にくいんですけど、顎を見せてくれない。ちょっとね特徴的な顎をしてるんですよね、スジクワガタって。はい、コクワガタに似てるんですけど、顎先のこの突起がちょっと分かれてるんですよね。なんかすごい僕の手袋にめちゃくちゃ攻撃してるんですけど妨害するとバラバラになるよ。あ、うん、どちらかというと平田に似てる感じで、コクワみたいに温厚じゃなくて。そうなんですね、うん、もうすごい、なんだろう、凶暴。こっちが三山で、こっちコクワいますね。ちっちゃいすごいちっちゃいのが、なんか本当だ、行ったね。あ、すいません、なんかこれなんですか、なんですか。青まだら玉虫の死体が落ちてました。あ、死体なんだ。うわ、結構綺麗なんですよこれ。いるんですねこの辺。カナブン落ちてきました。夜でもいるんですねカナブン。カナブン落ちてきました。はい、本当だ。コクワが樹液を吸ってました。結構振動を与えるとすぐ落ちちゃうんで、一匹ここにいますね。結構コクワは多いですよね。あ、色がある。キノコですね。なんか大きそうだ。大きそうですね。白い。あ、大きいかも。いや、こ
かいですね。撮ってみます？いいですか？どうします？あ、お願いします。あ、でかい。すごいっす。あ、赤いっすね。いいサイズだね。いいサイズです。あ、ここにもいる。あ、目の前に。すごいですね。ノコギリの木ですね。なんだっけこれ。あ、飛んじゃった。結構樹液に集まるやつですよねこれ。オビズムカデがいました。結構ね夜歩くといるんですよね。めちゃくちゃでかい深山です。いいね。いやーピカピカ、すごい地形ですね。あーでも、あーでもいいな、すごいねすげーな。こちらノコギリカミキリいました。結構ね黒くて太めのやつがノコギリですね。触覚がねちょっとギザギザしてるのがノコギリカミキリの特徴ですね。これオスですね。行ってこい。いました。いいサイズですね。多分60あるかどうかくらい。60は多分あると思う、ね、あ、60かっこいいじゃん。はい、あ、よかった60あると思うかね、うん、ちょっとこれキープします。はい、今のところこんな感じですね。一種類ずつちょっと持ち帰ろうと思って、ノコギリクワガタもいたんですけど、ちょっとまだキープしてなかったんで、後半戦でちょっとノコギリ大きいのいたらキープしようと思います。これがスジクワですね。スジコクワ、ネブとミヤマです。トラさんのでかい、でかい、でかいミヤマですね、これ。いい角度。これ、バタクラさん持って帰ってください。いやー、それは68mm いるんで。いや、でも、さすがに、いや、もう一匹取ろう。そうですね。もう一匹取ろう。取りましょう。取りましょう。じゃあ、後半戦頑張りますか。頑張りましょう。はい。お願いします。